明日だけお父さんの介護お願いしてもいいかな。なんで？熱が出ちゃって、今測ったら39度あるの。だから。え？それくらいでサボろうとするんじゃねえ。本当にダメ嫁だな。頭も割れそうなくらい痛いし、めまいもするの。何よりお父さんに移したら大変でしょ。てめえが体調管理できてないからだろ。俺は知らん。そんな、あなたの父親じゃない。そうだ、俺の父親なんだから、嫁のお前が面倒を見るのは当たり前だろ。何よそれ。少しくらい変わってほしい。もう10年も見続けてるのよ。本当に限界なの。1日だけでいいから。嫌だね。どうして？明日は会社も休みじゃない。予定があるんだ。またなの？専業主婦のお前と違って俺は忙しいんだよ。てか何のためにヘルパーの資格を取らせたと思ってるんだ。サボるんじゃねえ。あなたはそうやって休日に飲み歩いて自分の時間がある。でも私はここ10年お父さんの介護で休みなんてないのよ。何言ってやがる。働きもしないで毎日家にいて休んでるだろ。家事に介護でそんな時間ない。美容院だって行かせてくれないから自分で髪を切ってるし、病院にすら行かせてくれないじゃない。こんな生活もう耐えられないわ。じゃあ離婚するか。俺は一切親父を介護するつもりはないから、寝たきりの親父はのたれ死ぬことになるぞ。え？お前親父に両親の会社が危なくなった時援助してもらって恩があるって言ってたよな。うん、おかげで会社を立て直すことができた。お金はすべて返し終わってるけど、一生かかっても返せないほどの恩を感じてるわ。そんな親父を見捨てられるなら俺はいつでも離婚するぞ。私が逃げられないって分かって言ってるのね。ひどすぎるわ。親父が死んだら解放してやるって。むしろ飯の塩分量を増やして早く死ぬように仕向けてもいいけど。何言ってるの。そんなことできるわけないでしょ。よく考えてみろ。親父が死ねば俺は遺産が相続できて大金持ちになれるし、お前も自由になれる。いい案だと思うぞ。そんな恩知らずなこと私にはできない。あっそ。じゃあ奴隷契約続行な。あと今月も生活費なしだから。え？払うって約束したでしょ。お前の態度を見て払う気なくした。いい加減にして。もう1年ももらってないのよ。夫婦の貯金通帳もあなたが持ってるし生活できないわ。お前の貯金から出せばいいだろ。もうないの。じゃあ親父に頼めよ。あなたが働いてるのにそんなことできない。あれもダメこれもダメってめんどくせえ女だな。とにかく俺は出さないから。じゃあな。ちょっと待って、あなた。なんでこんなことになってしまったの。私は涼子、38歳。2歳年上のカズマと結婚して11年になります。結婚して1年目で義父が介護を必要になり、子供を作る余裕も時間もありませんでした。当初の夫は性格も優しく、義父の介護も積極的に手伝っていたんです。しかしいつからか介護を面倒くさがるようになり、仕事を理由に夫は義父のことを私に丸投げするようになりました。離婚したい気持ちはありましたが、ことあるごとに義父を盾にされ、私自身も家事に介護と忙しく、仕事を見つける時間さえ作れず、そんな生活に絶望していたある日、夫からありえない内容の LINE が届いたのです。1ヶ月後。久しぶりの美容院はどうだ。髪もさっぱりして最高よ。行かせてくれて本当にありがとう。たまにはな。あなたから久しぶりに美容院に行ってこいって言われた時は、何かあるんじゃないかって勘ぐっちゃった。え、マジで？鋭いじゃん。え？実はお前の妹を妊娠させたから、今週中に離婚してくれ。は？どういうこと？そのままの意味だけど。さっきユキから妊娠したよって連絡が来たんだ。なんで妹を呼び捨てにしてるの？てか、何それ？冗談よね？なわけねえだろ。こっちは父親になるんだ。お前に構ってる暇はねえんだよ。そんな、あれほどユキに近づかないよう伝えたのに。ああ、ユキが昔からお前の男を取ってたってやつ。そうよ、分かってるのになんで。
思ったんだけど、それお前の被害妄想だわ。どういうこと？だってユキの方がお前より10歳も下で、あの美貌だ。奪ってるんじゃなく男から言い寄ってるんだ。でもあの子自ら相手の職場に会いに行くのよ。そんなのおかしいじゃない。確かにユキと会ったのも俺の職場近くだったな。ほらね。でもなんで今さら？なんか元彼に振られたんだって。それで相談するために俺のところに来たってさ。年末年始くらいしか会わないのにわざわざ行くなんてありえないわ。まさかその話を鵜呑みにしたわけ？だって泣いてたし。それで慰めていくうちにお互い惹かれ合って付き合うことになったんだ。いつからなの？1年くらい前から。嘘でしょ？全く気づかないとかマジで間抜けなやつ。そんな余裕なかったのよ。しかも1年前ってあなたが生活費を渡さなくなった時期じゃない。お前よりもユキに使ってやりたかったからな。最低。ここまで頑張ってきたのにこんな仕打ちはあんまりよ。ぐだぐだうるせえな。離婚届はテーブルの上に置いてあるから書いて出しておけ。ひどすぎる。お前だって離婚したがってたじゃん。そうだけどお父さんはどうなるの？ボケてる親父はお前の実家に置いてきたから介護はよろしく。何よそれ、ありえないでしょ。両親は新店舗を出すから県外に単身赴任中で家にいないのよ。ユキは実家住みだし全て聞いてる。てか両親がいたらこんな強行突破するわけねえじゃん。信じられない。知ってたお父さんを一人にしたわけ？ちゃんと家の中に置いて出れないよう鍵を閉めといたから大丈夫だって。なんであなたが実家の鍵を持ってるの？ユキから預かった。義理の家族とはいえ自分の家じゃないのに勝手に鍵を渡すなんてありえない。まさかこんなことをするために私を美容院に行かせたの？大正解。俺からの選別だ。感謝しろよ。最低。それよりもお前親父の通帳どこに隠した？家中探したけど見当たらないぞ。知らないわよ。お前が盗んだんだろ。そんなことするわけないでしょ。じゃあ親父から聞き出しておけ。それと俺はこれからユキと婚前旅行へ行くから、その間に荷物をまとめて家からも出て行けよ。そんな。一週間後に帰る。もし戻った時に荷物が残ってたら全て捨てるからな。6日後。明日戻るぞ。ちゃんと家から出て行っただろうな。ええ。そうか、これで安心して帰れる。それで親父の通帳はどこにあるって？わからなかった。最後まで使えねえ女だな。早く聞き出せ。無理よ。だってお父さんは。親父に何かあったのか？まさか死んだ？うん。マジでラッキー。まさかこんな早くいなくなるとはな。これで遺産は俺のものだ。父親が亡くなったのに悲しむとかはないの？まったく。むしろ嬉しすぎてタコ踊りしたい気分だぜ。本当にクズね。あ？俺に歯向かうつもりか？もう我慢はやめたの。親父が死んで自由になったからって調子に乗るんじゃねえ。帰ったらただじゃおかないからな。何をする気？そうだな、とりあえず気の済むまで殴り続ける。あら怖い。マジで舐めやがって。その後はうちに閉じ込めて奴隷として一生こき使ってやる。自由はないと思え。無理だと思うけど。俺は有言実行する男だ。へえ。でもあなた家なしじゃない？どこに閉じ込める気？はあ？何わけのわからないこと言ってるんだ。ついに頭までおかしくなったか？正常よ。だってお父さんは生きてるもの。は？さっき死んだって言ってただろ。それはお父さんに俺が死んだらどういう反応するのか見てみたいって言われて試しただけよ。はっ、そんなわかりやすい嘘つくとか。お前頭悪すぎ。ボケ老人がそんなこと言うわけないじゃん。それもお父さんの演技だったみたい。え？あなたは口を開けば金の無心をするからボケたふりをしたんだってさ。マジ？いやでも
お前の実家に連れて行く時だって逆らわなかったぞ。知ってたからね。どういうことだ。あなたとユキの電話を聞いていたんだってさ。その後すぐにうちの両親に謝罪と私を解放したいって今回の作戦を持ちかけたみたい。お前の両親も知ってるのか。ええ、お父さんはあなたたちが旅行で1週間帰ってこないと知ってその間に全てを終わらそうと思ったんだって。マジかよ。私もあなたから連絡が来た時急いで実家へ行ってそこで初めて知ったわ。そんな。でも今思えば確かにおかしかったわね。何が。お父さん、あなたにはボケた返事しかしなかったけど私に対してはいつもありがとう、俺のことは気にせず離婚していい、ごめんなって毎日のように言ってたから。ちょっと待て、じゃあ遺産は、大金は。もらえるわけないでしょ。むしろ支払う立場よ。はあ。100歩譲ってもらえないのは納得できるが、なんで俺が金を出さないといけないんだ。浮気したんだから慰謝料払うのは当然。それと独身時代の貯金の返金と病院にすら行かせてもらえなかった生活への慰謝料も請求する。ふざけんな、お前にそんな無駄金払えるか。それなら裁判ね。そんなことしたら一生外に出れないような顔にしてやる。それが嫌だったら3000万渡せ。何それ。ブスなお前と結婚して12年も夫婦生活を続けてやったんだ、その慰謝料だよ。何を言うかと思ったら本当に頭が悪すぎ。ああ。そんな横暴がまかり通るとでも。あなたはこの LINE の中で2回私を脅し金銭を要求した。これは犯罪だから警察に被害届を出すことにする。ちょっと待て、さすがにそれはやりすぎだろ。そのくらいしなきゃあなたはわからないでしょ。わかった、俺が悪かったって認めるから警察だけはやめてくれ。とりあえず明日家に帰るから話し合おう。だからあなたに帰る家はないって。親父の家があるだろ。あそこは売りに出すことになったわ。え？お父さんの話を聞いて私の両親も駆けつけて動いてくれたの。ふざけんじゃねえ、お前も両親も最低だな。介護が必要な親父から家を取り上げるとか人間の所業じゃない。介護もしないでお父さんの死を望んでたあんたが言うな。それに全て本人の意思よ。嘘をつくな、そんなことしたら親父の住む家がなくなるだろ。老人介護施設に入ることになってるからご心配なく。え、じゃあ俺は。さあ、家なし決定じゃない。嘘だろ。自業自得ね。待ってくれ、俺が全て悪かったって認める。これからはお前を大切にするから離婚はやめないか。今さら何言ってるの。それにもう書類にサインして提出したから離婚は成立してる。取り消してくれ、もうこんなことしないって誓う。だから頼む。ふざけんじゃないわよ、どれだけご都合主義なわけ。この鬼畜ゴミクズ野郎。え、涼子。私はあんたに恨みしかない。地獄に落ちろ。夫に対してなんて言葉を言うんだ。もう他人よ。離婚記念にいいこと教えてあげる。まだ何かあるのか。ユキのことなんだけど、あの子があんたに近づいたのは多分金目当てだから。嘘だろ。信じるかはあなた次第よ。それとお父さんも私の両親もあんたたちと縁を切るってユキにも伝えといてね。じゃあね。待ってくれ、こんなはずじゃなかったんだ。どうかお慈悲を。後日談。新婚旅行の帰りは大喧嘩に発展し、カズマたちは破局。妹の妊娠も嘘だったとか。カズマは逮捕され私を脅した罪で罰金刑となりました。2人には浮気の慰謝料150万、カズマにはプラス300万を請求。借金して一括で払ってくれました。妹は両親に泣きついたようですが絶縁を言い渡され家から追い出されたそうです。そして怒りの矛先はカズマに向き、彼の会社に乗り込んで暴れ回り警察を呼ばれ連行されていったとのこと。ユキのせいで浮気のことが会社にバレ、
針のむしろ状態になったカズマは我慢できず自主退社。今はボロアパートに住み、バイトで生計を立ててるとか。私はというと、ギフから後で見てくれと紙袋をいただきました。そこに入っていたのは感謝と謝罪の手紙と介護費用という名の大金。一度返しに行ったのですが、突き返されたので、このお金はお守りとして取っておき、老後まで使わないようにすると決めました。今は就職先も決まり、自由な時間を謳歌しています。